こんにちは。こんにちは。レオとテイカです。レオとテイカです。今日やばいんだよね。これ、まずめちゃめちゃ緊急ね。本当に。俺らすごいもの見つけちゃって、はい、これを紹介していこうかなと思うんですけど、レオさん、紹介してやってください。いや、紹介していいのかちょっとあれになっちゃうんですけど。そう、なんか、これをさ、俺らが紹介して、在庫がなくなるのちょっと怖い。確かにね、せっかくなんで紹介したいと思います。今回紹介するのは、セブンカフェスムージーですね。セブンカフェスムージー、お店で作るケールグリーンスムージー。俺たちが今回飲んでるのは4種類ぐらい味があるんだよね。そう、ね、今あるのが、まずなんとなくの概要から説明させてもらうと、はい、5月くらいから実験的に導入されて、今どんどん増えてるみたいな。セブンカフェスムージー、冷凍フルーツや野菜が入ったカップを売ってて、それでをマシンに入れてスムージーが作れて飲めるみたいな、セブンイレブンで売ってるやつなんですけど、今ある味がいちごバナナソイスムージー、うまそうかな。グリーンスムージー、グリーンスムージーがこれだね。あとブルーベリーヨーグルトスムージー、完熟王バナナジュース、豆乳とバナナのやつだ。うまそう。で、完熟マンゴーパインジュースの5つかな。5種類もあるんだね。あるみたいです。今はまああんのかわかんないけど、全部。俺らは、とにかく、これしか飲んだことないんですけど。これしか飲んだことないです。だけど、これが素晴らしいんだよね。そう。てか、なんなら、昨日の深夜、甲府に着いて、初めて飲んだんだよ、うん。で、ちょっと美味しいなってなって、また今日も買ったんですけど、やっぱりなんで買ったかっていうと、一番健康に良さそうだった、うん。いろんなさ、なんかほうれん草みたいな葉っぱとかがさ、入ってる感じで、やっぱツアー回ってるとさ、ちょっと食生活偏るじゃん。うん、野菜取れなかったりとか。それがね、300円いかない価格で手軽に取れるんですよ。すごいよね。うん、300円。で、味もね、なんかこの色を見るとまずそうなんだけど、全然美味しいんだよね。パイナップルの味がして。本当に味は。で、昨日ね、これ可愛いのが、うん、レオが俺に買ってくれて2人で飲んでた夜中。そしたら多分レオが憧れたんだろうね。今日はセブンイレブン行ってなんかや遅えなと思ったらこれ作って飲んでたね。可愛いです。うん、まあそんな感じで、ゼロフルーツはね、健康バンドというか、みんなで仲良く健康に、熱いツアーを回りたいので、うん、これからも飲んでいきたいです。味はどう？やっぱうまい。すげえパイナップルの味がする、うん、なんかこれ動画撮るためにちょっと置いてから飲んだんだけど、すぐ飲んだ方が美味しいですね。ちょっとぬるくなってるね。昨日の方が美味しかった、うん、これでやっぱちょっとでも栄養ビタミンとか取れたらいいなっていうので、うん、これのちょっとデメリット的なことを言うと、これ買い方が、そうだね、そう、あのセブンのコーヒーとか俺よく飲むんで、みんなセブンカフェとかでコーヒーとかカフェラテ買う人分かると思うんですけど、そのさ、アイスコーナーみたいなところにカップがあるじゃん、うん、でそれをまず買うんですよ。その時点でこうやってグリーンスムージーとかいろんなそのスムージーの味を選べて買って、でスムージー専用の機械がある、うん、そこにバーコードを、その蓋についてるバーコードピッてやって剥がして入れるんだけど、うん、ちょっと時間がかかるんだけど、この時間はいいんだけど、終わった後に機械の洗浄に40秒かかるんだって、店員さんに聞いて。だからメンバーが3人で同じ時に買ったりとかすると若干混雑する、ね、時間かかるね。それぐらいだな、デメリットは。デメリットそれぐらいですね。これは本当に美味しいんで、ぜひゼロヘルツのアクト2、うん、ゾディアクトテイルアクト2参加する人はね、一緒に健康にこういうの飲んで、うん、元気にもあげたらなと思いますね。はい、はい、4分です。まあね、たまには短い動画があってもいいんじゃないかっていうことで、はい、もうこれ多分セブンイレブン、こう今甲府にいて、うん、甲府に売ってるってことは多分どこでも売ってると思うんで、今。でも俺家の近くがセブンで、もめちゃくちゃセブン大好きで、セブン信者なんでいっぱいいろいろ買うんだけど、なかった、初めて。昨日初めて見たとか言ってたよね。俺はもうシティボーイだから、もうずいぶん前から導入されててずっとなんだろうなと思ってたんだけど、そんな感じ で、ね、みんなケールグリーンスムージー飲んでみてください、はい、ケールグリーンスムージー。あと、そう、これを機にじゃないけど、やっぱりさ、スムージーってちょっと魅力的じゃん、うん、もしみんながさ、健康のためにこういうスムージーおすすめですよみたいなのあったら、俺らもその機械だけ買えばさ、確かにね、あの東京とかでもさ、朝飲むといいとか言うじゃん、うん、それこそ俺の好きなさ、筋トレ YouTuber のさ、結構マジでバナナ入れたりほうれん草入れたりで、そこにプロテインパウダーとか入れてやったりとか。なるほどね。そうそう、なんか1回に取れるし、多分美味しいから、もっとハマったら作ってみようかな俺も。うん、まあ、そんな感じで、まもなく5分50秒と、多分カットされてそんなないんだろう。まあでもね、マジでこれ300円で最強なんで、絶対飲んでみてください、うん、絶対飲んでみてください。そんな感じでゼロヘルツは、激アツなツアー、うん、ゾディアクトテイルアクト2の、真っ只中なので、ぜひ、皆さんチェックしてほしいなと思うのと、9月27日のゼップダイバーシティがありますので、うん、やばいよね。いや、やばい。もうすごいことになっちゃうと思います。もうこのゼップは本当に見逃さない方がいいと、俺がメンバーの俺が言うぐらい見てほしいなので、うん、ぜひよろしくお願いします。お願いします。ではまた、じゃあチャンネル登録と高評価お願いします。また明日会いましょう。バイバイ。